先週は七夕市がお送りいたしましたが、今週はさだまさしがハッと我に返ってのペヤング。今夜は名古屋からお送りするわけでございますが、こちらのお天気はですね、これから雨になるという予報が来ておりまして、明日の降水確率が 90%。 あら、今日の夜ぐらいから降り始めるという。今日はさだれいこも来ておりますが、あ、どうもこんばんは、さだれいこです。とにかく明日雨になると、はい、東海ラジオと予定している、はい、小牧球場での野球の試合がパーね。ね、残念ですよね。ナイターでやるんでしょ。俺は夏のもう今クソ暑い中でね、誰がやれるかっていうんですよね。そう、夜が一番、夜晴れてくるといいですけどね。うちのメンバーたちは何かゴルフへ出かけるなんて言ってましたけど、はい、明日は大雨になるといいですね。九州の方から次第にこの梅雨明けしております。さだまさしのセイヤングは辛いと一足早い梅雨明け気分でお送りしようと思います。さだまさしのセイヤング第454回、今夜は名古屋 SF 東海ラジオから午前0時半までの生放送。最後までゆっくりお付き合いくださいませ。さだまさしのセイヤング、この番組はハートも美味しいの東ハート製菓がお送りします。東ハートオールレーズンプリンセスの平松真由紀です。オールレーズンのレーズン 100g 中にはティーンエイジャーに大切な鉄分が約 2.3mg も含まれているんですって。オールレーズンをサクッとやって今日の真由紀は元気です。東ハートオールレーズン。世間で俺たちのことをイモイモって言うけど、格好も学科型だし陰線言ってるよな。ポテコ、そうよ、投げ輪の言う通り、私なんかおつまみにもおやつにもぴったりって感じじゃない。イモはイモでもアイダホ生まれ、軽いポテトスナック東ハト。ポテコ投げ輪。さだまさしのせいえいえいや。あなたの文化放送広報部、新聞発表のコーナー。さて今週の新聞発表は、東京都板橋区のペンネーム親父の一番長い部の作品。では行ってみたいと思います。今週の、発表はお送りします。いいですか。レイコは A おなごや。これは何が面白いかというと、今週名古屋からやるわけで、うん、で、レイコは A、お名古屋、お名古屋、名古屋ね。名古屋。お名古屋。
何が楽しいんだかよくわからない、うん、でもいいな。どうしても俺はやっぱりこのコーナーが理解できないんだけど俺このコーナー好きだな。いやでも私嬉しい嬉しい。だって自分の名前がだって新聞に載るなんてすごいよ。うん、こんなに大きくしたの。こんなに大きく、違う、それを大きくしたの。そうだそうだ、何を言ってくれないと。そうそう、ね、いや嬉しいね。生崎のヤングレイコは A を名古屋。全然わかんないでしょうね。意味わかんないこれ全然。全然意味わかんない。何してんだろうかって。だから何なんだって言われた日には、何でもありませんって答えるしかないという。東京都板橋区の親父の一番長い日には、プレゼントとして、今日の新聞の超拡大コピー、それから1ヶ月分の新聞代金として、本当は3190円なんだそうですけど、新聞代金。はい。3500円分の図書券をお送りしよう。さあみんなもサブタイトルを考えよう。さあ考えよう。もういいって、今週はですね7月28日土曜日の、456回分の放送分を受け付けます、うん、この日の放送は岐阜県です。岐阜県の美濃加茂市からの放送になっております。はい、はい、サブタイトルは7文字から9文字、うん、放送する土地柄や審査委員長ハッピー鈴木の性格をよく考えてから作っていただきたいと思います。宛先は郵便番号 160-02 文化放送さだまさしのセイヤング新聞発表のコーナーの仮、皆さんからの作品お待ち申し上げております。さてそれでは続いてこのコーナー、さて、農業したい越谷市の三岡武。はい、いらっしゃい。しなさい。学校の帰り道、ちょっとエッチな友人エッチが当たり前だけど面白いね。嬉しそうに、今日さ女の子と話したんだぞ、うん、中学校の後輩でよ、すんげえ可愛いの。ほんでよ、声かけっときよ、もう膝ガクガクだよ。心臓なんかよ、お前隣に立ってるやつよ、電車のよ、満員の電車のよ、隣に立ってるやつに聞こえんじゃないかと思うくらいお前ドキドキなっちゃったよ。と言ってきたんです。エッチは不吉な僕と違って羨ましいほど女付き合いがうまいんです。こいつでも焦っちゃうことがあるんだなと少し驚いてしまいました、うん、どんな男だって憧れの女の子の前に立つと浮き足立っちゃうもんなんですね。今まで自信がなかった僕も、なんだみんな同じだっていうことが分かってちょっぴり安心しました。わ、うん、かる感じですな、うん、さそうだよ誰だってな、ほらちょっと可愛いっていうか自分の好きな女の子の前に立つとドキドキしちゃうな、うん、自分じゃないようなな、うん、さて、先週そういえばあの新聞に穴が開いてるっていう、はい、あの9つ開いてる穴、なんだろう、はいはい、私見た見た、うん、松本の推理はあの、はい、こう輪転機の、あのこう引っ掛ける爪じゃないか、うん、でそういうことを結論、まあ、結論は出てなかったんですけど、はい、東京都葛飾区の田中貴彦、はい、いらっしゃい、いらっしゃい。先週の放送で新聞に穴があるというハガキありました。松本亀夫さん、うん、近かった、うん、あら本当、広田さんあと少し、うん、お前なんて言った、なんつったんだっけ広田なんだっけ、あなんか止める、あの重ねるときにこう食ってある、食ってあるって、うん、そう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 、そういったんだ。実はこれは新聞を、うん、断裁するとき、裁断するときに、ね、切るときの、うんうん、はい、断裁するときの止め穴だそうです。ああ、うん、まあそりゃそうだよな、きちんとバッと同じサイズで切らなきゃいけないんだな、うん、なるほど、そうそうそう、その時の止め穴だ。なぜこんなことをしているかというと、実は父が新聞社で印刷関係の仕事をしてるんです、うん、詳しいことはまた報告しますけど、昔は20キロの鉛を使っていたのが、うん、今はフィルムによるオフセット印刷で新聞を印刷しているそうです、うん、勤務が4勤1休、夕方出社、次の日夕方帰宅、次の日の夕方出社、うん、また次の日の夕方帰宅、そして1日休みという繰り返し。へえ、大変だね、大変、本当にさて苦労して新聞作ってくれるんだね、うん、その新聞で遊ぶんだね、レイコはええ女子や。真剣にね、お前ね、文字構成してる人たちの間で真剣このええ女子やこれ悩んで入れてるよ、うん、もうこうやってね、あそんなやね、そう思うと壮大な遊びだなこれは。そうですよね、うん、贅沢な遊びだね、うん、さあ、とっても大変な仕事なんです。ですから新聞をもっと大切に見てやってください、うん、これね、来週は9個の穴について詳しい報告をいたします。なぜ9個なのか、あ、ね、これが解明される。いやそれであの、 均等の感覚じゃないですよね、あの9個の穴って。そうかい、うん、確かそう均等だったような気がするんで、まあいいや、そうだったっけ、後で調べてみる、はい、いろんなやつが聞いてくれてんだな。よし行くぞ、次のハガキはこれだ、はい、今世界で一番トレンディペンネーム蛭間さとみね、ください。今世界で一番トレンディというのはさだまさしの西洋語にかかっている、うんうん、マスさんこんばんは、私は明るき受験生です。今日は暗い受験生の皆様に良い情報であります。一般に広く言われている玉の輿、これを我が手に収めるには学歴が必要なんだそうだ。今通常の平凡サラリーマンが死ぬまでに稼ぐ総額はおよそ2億円ぐらいだそうだ。
しかし一流と言われているサラリーマンが死ぬまでに稼ぐ総額は最低で約4億円だそうだ、うん、そこでだ、私たちが受験期に突入するまであと7ヶ月足らず、約210日程度、これを時間に直すと約5000時間ということになる。ということはだ、受験生の皆さん、私たちは1時間あたり20万、ゆえに時給20万で勉強しているのである。これは私たち受験生にのみ与えられた神の恵みなのである。おう、give me time。 わかるな。さあ受験生の皆さん、共にペンを取ろう。もはやテレビなどを見ている場合ではない。時給20万円を手に入れるのだ。じゃあラジオ聞いてるやつはどうなの？うまいね。逆に言うと1時間20万円払って君たちはラジオを聞いているんだ。えらい。ああ、そっか。このセイヤングには、受験生が聞くセイヤングには30万円の価値があるんだ。うん、すごい。そうやって考えると、うん、くれ。違う、ね、え、違う、うん、さあ、動画機内純子さんから久しぶりにおはがきが来ております。いらっしゃいませ。今年もまた伝記を読もうよと5年生の男の子たちに催促されて、去年の夏休みはシュバイツァーを読んだんです。それによりますと、彼は30歳の時に医学の道を志して勉強を始め、38歳でアフリカに渡ったんだそうです。それから91歳くらいで亡くなるまでに、あのような偉大な功績を残しました。遅すぎるような出発でしたけれど、決して遅すぎるというようなことはないんですね。正さんも38歳。辛いな、シュバイツァーと一緒にされると。正さんも38歳、3歳から音楽を始めて92歳まで、どんな輪立ちを残してくれるのでしょうか。痛い、心臓が痛い。心臓が痛い。子供たちに教えられることが多いこの頃です。今年は誰の伝記にしようかな。いいね。あの伝記というものはかなり美化して書いてあるなんていう批判もあるけれども、美化したっていいじゃないか。その人の生き様を伝記作者がどういうふうに解釈をして、そしてその感動をどう伝えるかという、これは創作だと思って読めばいいんだ、うん、僕はそう思うんです、うん、その人が誰だって人間ね、意地悪な見方をしてつついていけばね、きれいきれいでは済まない、うん、例えば人を裏切ったことだってあるだろうし、人を騙したこともあるだろう、はい、嘘ついたこともあるだろうし、うまく逃げ延びたこともあるだろうし、でもそうやって苦労しながら何か一つの遠いところにある目標に向かって、それなりに一生懸命頑張った連中が、一つの世間の人々が半分羨みながら言う成功というものを収めていく。で、形の上においては、例えばシューベルトにせよ、成功とは言えないわけですね、人生、自分の命があるうちに評価されたわけではなかった、しかしこうして何百年も経って我々がその音楽を楽しんで聴くというようなことを、これやっぱり大変な成功だしね、本当に終わってみてからでないと人間は分からんよ、はい、そう思うと僕はもういなくなってしまった人たちがどんなふうに歩いてどんなふうに生きたかということを、一生懸命、そのたとえ伝記の本でもね、手に取って読むっていうことは何よりの勉強になる気がする。だってもういない人の意見を聞けるんだもん、そういう意味ではね、僕も伝記っていうのは案外読むの好きなんですけどもね。さあ、お知らせです。チョコレートが塊で入った新しいタイプオールチャンクね。チョコが入ったクッキーなんて珍しいもんな。チャンクっていうの、このチョコの塊すごい。チョコがチャンクで入ったクッキー、ソーハとオールチャンク。男には薄いチャンスしかなかった。この街にはあと一軒しか店はない。そこになければそれは終わりを意味した。男は店に足を踏み入れ、ハーベストありますか。薄さの中に美味しさがある。ソーハとハーベスト、チョコハーベスト。さだまさしのせいえいえいや。先ほどの新聞の穴ですけど、今見ましたら9個の穴がですね、中心を先頭に、確かに均等ではありませんが、はい、端っこが、間が短くなっていくんですが、これ法則性があるような気がするね、うん、何かこうだんだんにこう短くなっていく感じが、感覚が、ね、短くなっていく感じがあります、一体なぜなんでしょうかね。さあ、目黒区の小山康介13歳、いらっしゃい。佐田さんに聞きたいことがあります。安全彫刻刀ってどんなんですか。コンクールで賞を取ったくらいだから大したも優れもののはずです。僕の持っている普通の彫刻刀とどこが違うのか教えてください。もしかして彫刻刀の箱の中にバンドエイドを入れておくなんていうもんだったら僕は怒る。怒るな、ね、なんてことはないんだよ。だから彫刻刀っていうのはね、前に手を置いてこう板の上をツンと滑った時に、
手を削ったりするよね。私はそれで左手の親指は未だにこの、はい、あの爪の下感覚がないんだけどさ、スパッときて悔しくてね、うん、どうやったらあの手を切らないかいろいろ考えたのね、うん、最初からその手にこう手のこのカーブに合わせたガードを作って、はい、でそれをこう一本の針金でガードを作ってね、こう、はい、それをこう平らに彫刻刀の真ん中辺まで持ってきて、彫刻刀に切りで穴を開けて中に差し込むだけっていう単純なものね。あ、その最初からも手にこうやって当ててこう掘るとね、強いあの鉄ですとね、こう滑っても上行くだけでね、縦に掘るのは簡単ですしね、絶対手までこの刃が届かない、くるんとこのあのなんていうのかな、こう支えでね、何かあの常にこう手をこうついてるという感じですね。あ、うん、彫刻刀の刃の先にガードがついてる、針金で止めてる、なぜあんなものがコンクールで賞を取ったのか、いまだによくわからない。ものすごい大きな盾ですよね。こんな盾いただきましたよね、安全彫刻。こんな盾はね、この、なんていうんですか、高いじゃん、豊かの顔の2倍ぐらいの。あ、でかい。それはでかいよ。大きいだろ。50センチぐらいですよね、盾が。しげりの 2.5 倍ぐらいあるもんな。そうですね、顔大きい、ね。大きいわ。本当に我が家で一番大きいんですよ。盾が、その盾が。バイオリンでもらったあの盾よりも大きい。全然大きいの。レコード大賞の盾より大きいの。うん、戻れちゃう、うん、びっくりしたね、まあ、なんだかよくわかんないですね、はい、さてもう一ついきますか。横浜市の鈴木茂さん、いらっしゃい、いらっしゃい。松さんの自分症候群以前のアルバムを CD ではなくアナログ版で入手したいんですが不可能なんでしょうか。半年ほど前に近所のレコード店で、LP レコード番号で注文したところ廃盤になったと言われました。松さんのコンサート会場でも CD しか扱われていないので困っています。 CD の普及以前に作られたレコードのほとんどが CD で発売されてはいますが、 LP 時代に作られたレコードはやはり LP で聴いた方が音がいいと思うんです。グラスエイジのライナーノートの中でミキサーの山下さんが、私はアナログの癖というものを知っていてそれをサウンド作りに積極的に利用しているのですと書かれていました。山下さんの名誉のためにも何とかなりませんか。これね、本当にもう本当に辛いけどいいこと言ってくれたなと思うのはね、今アナログでレコードを作る方が料金がたくさんかかるんです、うん、あのそういう時代になったんですね。これはどういうふうに表現したらいいんだろう、手巻きの時計とそれから使い捨てのクォーツっていうのかな、はい、それに近いぐらい簡単にできるようになっちゃったのね、うん、手巻きのこのゼンマイ仕掛けの時計を故障したらもうどうしようもないっていうのと同じようにね、うん、なんだかみんな CD になっちゃってね、これはどう考えても僕は CD の音よりはアナログのレコードの音の方が好きなんだけれどもね、うん、明らかにいい音だと思うんだけれども、うん、CD っていうのはどういう原理か僕は詳しくは知らないけれども、音を信号に変えてその信号を埋め込んであるに過ぎないわけで、その信号を受け取ったプレイヤーが信号を音に再生しているということでしょ。僕はよく知りませんよ。おそらくデジタル録音っていうのはそういうことだと思うんだよね、うん、音で覚えてる、うん、これはね非常に僕にとっては不思議なんだよね。電波が空中を飛んで色がついてうちで見えるっていうのと同じぐらい不思議なことなんだよね、うん、でね、レコード版っていうのはアナログのレコード版っていうのはね、こうデコボコの、あの摩擦のデコボコのギーってこう、削るあの音のあれでもって音が入ってんだよな中にな、うん、なんかこうあったかいような気がするな。でも考えてみればね、昔は竹針で聴いてたものがダイヤモンド針に変わりね、うん、それと同じようなもんじゃないの。 SP レコードがね、なくなってしまった、昔の音の方が良かったよっておっしゃる方が多いように世の中って変わっていくんだね、うん、寂しいね。寂しいけれども残念ながらアナログのレコードは手に入りません、本当に中古のレコード屋さんをこまめに探すしかないでしょう。例えば8月25日に予定している夢回帰戦セカンドのアルバムももうアナログでは作る予定がありません、うん、本当に寂しいですね。まあでもいつかまた聴ける時代が来るかもわかりませんからね、うん、世の中どう変わるかわからないから、さあ大阪名古屋の皆さんを待ちましょう。あるところに小さいものより大きなもの、薄いものより厚いものを好む欲張りなじいさまがおりました。そんな彼はある日、薄いハーベストを口にしました。これはうまい。それからはじいさまの欲張りが治りました。めでたしめでたし。薄さの中に美味しさがある、東ハトハーベスト、チョコハーベスト。小さい頃、父の手はとてつもなく大きかった。
その大きな手は時に私の頬を叩き、時に私と紙飛行機を作ったりした。私が両手でも父の片手分しかキャラメル君をつかめなかった頃、父以上の男はこの世にいなかった。今でもそうなのだが、変わらない美味しさ。ホーハットキャラメルコーン。さだまさしのせいやー。大阪名古屋の皆さん、いらっしゃい。 MBS 毎日放送、それから東海ラジオでお聞きの皆様、いらっしゃいませ。さだまさしのせいやんぐも第454回になりました。はい、SF名古屋東海ラジオからお送りいたしております。スタジオにはマネージャーの広田田村、そして実の妹さだ英子です。こんばんは。来ております。さだまさしのせいやんぐ、この番組はハートも美味しいの東ハート製菓がお送りします。東ハートオールレーズンプリンセスの平松真由紀です。今日はオールレーズンと鉄分との関係について。オールレーズンの原料はカリフォルニアの太陽をたっぷり浴びた元気なレーズン。このレーズン 100g 中には育ち盛りのティーンエイジャーに大切な鉄分が約 2.3mg も含まれているんですって。オールレーズンをサクッとやって、今日もマイキは元気です。マイキと一緒にオールレーズンを応援してください。さだまさしのせいえいえいや。薄さの中に品がある。国際ハーベスト大学。あ、こんばんは。今夜は東海ラジオ名古屋キャンパスからの授業、私国際ハーベスト大学の総長矢部昌治ハリマロでございます。教授の花見浩二抜けマロでございます。はい、理事長は今夜も異常ハッピー注意報が出ております。ディレクターのハッピー鈴木こと道路工事堀マロ、以上でございます。さあ、面白いおはがきには単位を差し上げます。指定単位を獲得して入学進級、ゆくゆくは理事長の座まで狙えるという。さあ、空型シルクト攻撃、うん、いきなりお送りしましょう。はい、空型シルットがこんなに攻撃をしてきた。うん、うん、すごい。ここでこれを読んでみてください。すごいすごい。空型シルットは3回生竹市である。はい、朝家を出るとき母が変なことを言っていたので嫌な予感はしていたんです。うん、今日のお弁当のおかずになりにくいかもしれないけど我慢してね。うん、僕はどんなおかずでもご飯を食べられる方です。うん、しかし弁当箱の蓋を開けたときは言葉を失いました。半分にはいつもの通り白いご飯が入っていました。うん、そしておかずは何かなと、もう半分を見るとそこにはチャーハンが入っていいだろ。このお母さん、このお母さんいいだろ。最高ですよ。母ネタでもう一つ来てる。空型シルト、うん、最近便秘気味の母が、うん、刺身の横に、チューブの練りわさびをニューッと絞り出しながらこんなことをつぶやきました。はぁ、あ、気持ちよさそう。いいな、空型シルト。うん、もう一ついっか。うん、すごい攻撃だ。愛知県丹羽郡の空型シルト、うん、テレビ朝日系列の人気番組だった探検隊シリーズでの一コマ。はい、隊員の一人が幻の古代鳥捕獲のため百数十羽はいるであろうその鳥の群れの中に入っていきました。うん、隊長、どうだ捕獲できそうか。隊員、羽の音がうるさくて何言ってるかわかりません。隊長、危ないから戻ってこーい。隊員、わかりました。聞こえとるやん、聞こえとるやん、聞こえとるやん。ええー、な、うん、空型シルト、松をあげよう。そうです ね、ええ、空型シルトの攻撃に屈してしまった。うん、こぼ倒すんじゃない。そのカンカラを倒すんじゃない。田村、しょうがない。何をしてんだお前。やっ多治見市のトマトの親子、入学希望、うん、私が中学3年生の時の体育の期末テストで出題された3択の問題、うん、三者択一ね、うん、バタフライの時の足の型はというような問題でした。うん、その3つから選べ、何キックというか、はい、1ドルフィンキック、うん、2エルフィンキック、うん、3ライダーキック、うん、入学許可、入学許可、入学許可で、うんうん、これもいいぞ、うん、今日は好きなのいいんだ俺。大阪府柏原市っていうのかな、うん、西村智子入学希望やで、うん、やで、ね、
女子高校に通う私がクラブの先輩から聞いた実話です、うん、ある年のうちの学校の高校3年生の人たちが春の遠足で裁判所を見学に行きました。珍しい学校だな。春の遠足で裁判所。本当ね、うん、そしてその日行われている裁判を傍聴してきたんだそうです、うん、あるクラスが傍聴した裁判は、はい、あろうことかやっちゃん絡みの裁判。裁判が始まると世にも珍しい光景が広がっていました、うん、傍聴席の1列目にはやっちゃん関係の方がずらり、うん、2列目にはセーラー服の女子学生がずらりずらり。そして心なしかやっちゃんは照れていらしたそうです。しょうがない、いいな。入学許可、入学許可ね、うん、男女吉原は4回生お気をつけなければいけない。、うん、4回生の何、4回生だけ、はい、まだ卒業の資格はない。危ないからね、聞いとかないと。5月27日の太陽巨人戦のテレビ中継でキャッチャーからの返球までをスピードガンが表示されたのが私は 見逃さなかった。キャッチャーの返球までのスピードガンが表示したし、ね、ちなみに48球だった。いいな、いいな、評価は、うん、だけだけだけが来ました。だってこれも好きなんだ俺、ずっと持ち歩いてたやつだ。匿名希望の風船、入学希望、もう入学許可あんたは、うん、実はです、うん、5月9日、ね、古いハガキだ、古い古い、うん、5月9日水曜日ホームルームの時間1時間目、うん、私は、うん、うとうと仕掛けていた、うん、その時後ろから友人が声をかけてきた。私は振り向こうとした。周りの声は聞こえる。体は全く動かなかった。50分間私は背筋を伸ばしうつむき加減のまま過ごした。私は1時間目から金縛りにあってしまったの。どうする、こうなったら。でもそれあるよ、あるよ。でもそれ6時間目、私はまた同じ状態になった。将来が不安だ。でもそんな長い時間はないけど、うん、でも私新幹線の中で、うん、もう次もうほら間もなく名古屋でございますって言うでしょ、うん、その時に起きよう起きようと思って金縛りになったまんま、うん、起きられなくて、みんながね声かけてこうやって揺すってくれるまで起きられなかったの。起こしてって言いそう、言っても言えないんですよ。あれ親指にね、うん、力入れるとね、うん、案外スッと溶ける。そうなの、うん、親指、足のね、うん、足の親指をね上に上げてもいいし下に下げてもいい。キッとこうやってやるとね、うん、溶けるよ。あ、そう。さ、また好きなのが来てるんだ。1回生単位なし、大谷健二は14歳中3、うん、これ小学校の時の実話です。はい、その頃うちの学級では艦長が流行ってました。うん、指をこうやってね、あ、そうだね、遊びのね、はいはい、カチャ、はい、お尻にカチャ、うん、ね、うん、そんなわけで友人 N は廊下で友人 A に後ろから艦長と叫びながら艦長しました、うん、その艦長がまたすごくうまく決まったんです。すごくうまくね、カチャ、決まったんだな、うまいこと。うん、あっと、で、その艦長がすごくうまく決まったんで、彼は調子に乗ってその花を手に持ってきて、くせーと叫びました。うん。そういうことするやついるわ、いるいる、小学生では。くせーと叫びました。そこまで良かったんですが、相手の様子が変なんです。うん。突っ立ったままで少し肩を震わせています。うん。心配になった N は恐る恐る相手の顔を仰ぎ見ました。うん。するとそれは A ではなく、N が好きだったショートカットの K さんでした。うわぁ。その時の N の顔、僕は一生忘れないと思います。うっかり好きな子に感傷してくせって言っちゃったんだね。うわ、でも男の子がよくやってたけど、うん、こういう初恋の終わり方ってのがあるんだな。人に話せねえなこれ。話せないですよ、かわいそう。どうして初恋が終わったの、感傷してくせって言っちゃったの。でも言えないよ、その子もね、私感情されちゃったって言えないですよね。それは特別に松をあげよう。かわいそう。もう2回生ね。どっちもかわいそう、タイガーマスク1回生竹市渋谷区、うん、ある日の阪神ファン球場にて、うん、こら、うん、桑田お前高校でやろ、うん、うちのピッチャー見てみえ、こら、うん、池田、うん、猪俣、うん、みんな大学でやで、こら、うん、野球はあかんけどな。こういうファンの方多いですね。阪神ファンっていうのは踏みにじられるのを喜ぶ雰囲気があるね。なんかモテ遊んでますね、自分でね。され上手、うん、され上手ですね、うん、うまいこと巨人にされるもんね。されるね、うん、されますね。やっぱり忘れられないのはやっぱり昭和49年の、はい、あの最終戦決戦だったね、うん、
かわいそうだった。評価は竹竹二回戦進出、うん、さて、軽いの言ってみようかね。匿名希望ペンネーム8位だよ全員集合古いなこいつ入学希望、うん、私の女の友人 C に、うん、まだあんた最近見かけなかったけどどっか行ってたのと尋ねると友人 C は、うん、ちょっと海に行ってたのと言い、うん、子供を産んでいたうん、入学曲入学曲だ、うまいね、うん、あこのように、ね、素晴らしい作品が今週は多かったね、本当素晴らしい、今夜は新入生が4名増えまして557名、うん、はい、ね、うん、もう来週は560名に達しようという勢いすごいな、ね、うん、続いてカメラを笑い声渦巻く国民会に切り替えてみたいと思いますさて、幕下の先週、先週ウイローは何枚目まで上がったのね、ウイローは幕下50枚目まで上がったのね、うん、50もう今筆頭になりましたね、春日部屋筆頭、そうですね、春日部屋筆頭のウイローです、先月名古屋市科学館でコンピューターミュージックアットザプラネタリウムというものを見てきました、うん、暗黒星雲が星を太陽までももう積み込んでしまうというストーリーに沿って科学解説、映像、コンピューター音楽、レーザー光線などを駆使し、とても見応えのあるものでした。その中で、もし太陽がなくなったらどうしますかというインタビューに対し、実際インタビューもやったんだね、多くの人が生物はみんな死んでしまうと一生懸命答えていたのに対し、ある人にトモスさんが、そら巨人が喜びますわプラネタリウム中大爆笑になったのは言うまでもない。いいな、ウィロいい、うん、ウイローはいいけれどもコンサートのその最前列に座っていて、うん、花束に紛れてそのウイローを持ってくるのやめるように、うん、もう分かったから、はい、もう分かった、そうです、もうやめなさい、やめなさい、それはやめなさい、しかも今日は小豆とウグイスだよく見てますねそれで、うん、ウイローをなくした50枚目から40枚目に躍進、うん、すごいな、すごい、一気に10枚、もう重量が見えてきたよ、うん、一気に10枚いって素晴らしい、さ、うん、これは国お笑い国技館の係入門希望、うん、荻野康雄、荻野康雄はあまだ入門してなかったね、うん、うん、前世や占い運勢を占ってくれるお店が東京の池袋にあります、はい、その店の入り口にたった1日だけ貼ってあった張り紙の内容です、うん、アドバイザー、かっこ占い者求む、時給800円より誰にでもできる簡単な仕事ですいいな簡単な仕事なんだな、うん、うん、簡単なのかな、うん、簡単だと思わないけども、うんうん、まあ何か手伝えばいいんだもんな、うんうん、占われる方はたまんないですね、そう、荻野は佐田ヶ嶽部屋に入門許可、来週以後新弟子検査を受けるように、はい、これは大阪市の西岡はまだ入ってないな、はい、入門希望、うん、愛鳥週間全国ポスターコンクールで見事金賞に輝いた K 君の家は、うん、同じく業界で金賞を獲得した味自慢の焼き鳥屋である、うんすげえなこいつ、すごい、すごいな、うん、大阪市西成区にしようか、素晴らしい、素晴らしい、うん、これは春日部屋入門許可、はい、俺好きなんだ、俺 なぜかこういう作品で好きな世田谷区の田沢義和、うん、入門希望、入門希望、田沢義和入門希望、佐田ヶ嶽部屋入門希望、はい、なおこれは九州と名古屋伊東名古屋から東側、うん、それと九州は佐田ヶ嶽部屋に入門、それから関西、中国、四国地方の人々は、うん、春日部屋に入門、はい、こういうふうにも決まっております、はい、今のところ部屋2つしかあります、そうです、自分で横綱をになって、はい、で引退して親方株を買ってからでないと、うん、モテません、うん、そうですね、はい、突然ですが皆さん七麦事件をご存知でしょうかね、知ってますよ、はい、キリンに対抗してサントリーが出した、うん、生ビールのことだな、違うか、生麦事件をご存知でしょうか。1862年島津久光がイギリス人を殺傷した事件です、うん、どうしてこんなことになったんでしょう、うん、僕はこう考えたんです。イギリス人が久光のこの従者、はい、ね、
この従っている侍たちにうっかりぶつかってしまい、怒った侍たちが切り捨ててしまおうとした、うん、しかし慈悲深い久光は生きるチャンスを与えたんです、うん、その外人たちに生麦生米生卵の早口言葉を言えたら見逃すことにしたんです。しかしそんなことはできるはずもなく、イギリス人は殺されてしまいました。いかがでしょうか。いかがでしょうか。最後のいかがでしょうか。頼まれても。いかがでしょうか。でもこのことを母に話したら、そんなことを外で話すなと言われてしまいました。いいな、さざま、お母さんがいいわ。お母さんがいい。お母さんがいい。お母さんがいいので入門許可。入門許可。佐田ヶ岳部屋のまだただこの名前で、一つ頑張って。来週は前相撲、ね、新弟子検査を受けるようにね。新弟子検査を受かったら前相撲初土俵という格好になりますからね。はい。これはね、品川区の気さくなあの子を目を閉じ閉じ、危ないな、入門絶対希望。僕が高校1年の時の生物のテストでのこと、うん、白紙のわらばんしを渡され、動物の生態系についてこれまで習ったことをもとに、考察せよというもので、平均点は41点という難しい問題でした、うん、そのテストに対しなんと友人 M はただ一言、わらばんしのど真ん中に親は子を産む不思議だと書いた。先生は M の回答に大きな文字で偉い素晴らしい、こんな解決明瞭で簡潔明瞭で的を射た答えは見たことがない、白紙号をあげたい、ところだが残念ながら私にはその権限はない、故に君にはこの点数をあげようと書いて15点と赤字でくれました。当然 M は追試を受けました。それは私です、うん、って書いてますけどね、まあ気さくね、気さくでは佐田ヶ岳部屋に入門を許可しよう、うん、ね、うん、これは三重県の田村どうしてお前がガタ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 音を立てるんだ。この何を倒したんだ、何を、え、何を倒したんだ。今度椅子がね、椅子が引っかかったのでしょう、井上郡の村上は前相撲だな。そうですね、前相撲に、はい、サボラちゃん、なはやみぽつと、頑張ってね。頑張るよ。さて、ほほえみポストです。どれがいいか、これがいいか。宇佐美さゆりさんは川崎市。ほほえみポスト毎週楽しみにしています。先日5歳になったばかりの隣のゆかちゃんが遊びに来た時のこと、ゆかちゃんがいきなり私に内緒の話があるのと言うんです。なんだろうと思って耳を近づけると、ゆかちゃんは耳元でこうささやきました。あのさ、男はさ、女を守るんだよね。突然何の話だろうと思いましたが、そうよと相槌を打つと、今度はこう言いました。そんでさ、女はさ、男を慰めるんだよね。こんなに小さい子がこんなことを言うので少しおかしくなってしまいました。一体誰から聞いたんでしょう。でも男は女を守り、女は男を慰める、全ての男女がこんな関係だったら世の中もっと平和だろうなとふと思いました。男女関係に限らず、あらゆる人間関係が思いやりに満ちたあったかい世の中にしていきたいものですね。みんなで頑張りましょう。宇佐美さんには東波島からハーベストかおいしいお菓子をお届けしておきます。さて、曲ですけどもね、ハガキが来てたんだけど、どこ行っちゃったかな。これあのね、ペンネーム通りすがりのルーさん、あのハッピー鈴木さんに質問があります。とある雑誌に歌手の近藤雅彦さん、通称マッチのラジオ特集記事でハッピー鈴木さんのことが写真入りで載ってました。やだねーねー、ハッピー鈴木さんの顔は知っています。そのハッピーさんの写真がマッチの隣なんかに載ってたんですよ。なんでそういう不利なことをするんだねー。ハッピーさんの、まあそれはさておき、マッチのラジオ番組の担当者として、マッチのファンサービスのためというんで、うん、バースデー企画として大胆にも大きな箱の中に近藤雅彦さんを入れて、うん、ファンの子の家に宅配してしまったというのは本当聞いたの、本当なんだって、マッチを段ボール箱に詰めて、マッチって言ったって火つけるマッチやるのに、近藤雅彦さんを箱に詰めて、はい、これクリスマス企画だったの、うんうん、クリスマス企画としてうちまで持ってったの、置いて帰ってきた、喜んだでしょ、それそのうちの人、お母さんもドッヒャーだったでしょ。ねえ。俺いらないですよ。俺箱入りたくないですからね、言っときますけど。そうね。近藤雅彦さんの新曲ですね。ほうほうほう。
博士のアホ踊りが下界を見下ろしふわりふわりどうにかなるときゃなんとかなるしふわりふわり飛べばいい塊で入った新しいタイプオールチャンクね。チョコが入ったクッキーなんて珍しいな。あ、チャンクっていうの？このチョコの塊すごい。チョコがチャンクで入ったクッキー東ハトオールチャンク。小さい頃父の手はとてつもなく大きかった。私が両手でも父の片手分しかキャラメルコンをつかめなかった頃、父以上の男はこの世にいなかった。今でもそうなのだ。変わらない美味しさ。東ハトキャラメルコーン。さだまさしの。500回まであと46回。セイヤングチャレンジ50第4関門。ここでチャレンジ50へのおはがき紹介。こんばんは、立命栄冠佐田健の中村です。この度はさだまさし大明神に、お願い立てまつり滝儀がござりまして、一筆取った次第でございます。ああこりゃこりゃ、実はさだ健の長崎へ追っ立てていく予定の上りを作ることになりまして、デザインをああだこうだ考えているのですが、いかんせん頭の中はすっからかん。らっきょの逆立ちピカピカというようなありさまで、いいデザインが浮かびません。そこで、画才あふれる佐田画伯と、画才あふれる広田画伯に、デザインを考えていただければと考えています。うん、何卒お聞き届けのほどよろしくお願いいたします。ね、こういう作品が来ております。そこで、この中村国隆の申し出を受けまして、もうすでに佐田も書き上げております。ね、こうやって、ああ早いですね。早いもうこんなもん。素晴らしいじゃないですか。何も考えてないですね。それいいな。僕のもいいでしょう、これ結構。ああそう、最高。何も書いてないですね。まだ今書いてないんですけどね。そうそうそう、真っ白。うわ、うん、これ焦げた。頭の中真っ白だよ今。ね、頭の中真っ白。頭の中真っ白だもん。まあ一つ頑張ってね、みんな書いておりますからね。はい。佐田さんはもうこれですよ。佐田さん早い。佐田さん早いよ。早いよ。何も考えない。こういうことだよ。いや、私はね、いいんですよ。いや、そんなものをね、あの、あれですよ。長崎に持ってくるんですね、これ。うん、上りを立てていらっしゃるわけですね。上りですね。上りを立ててくるっていうぐらいだから。じゃあずっとさ、立ててくるのかな。
だからずっと持ってくんのかな。ずっと持ってくるんのかな。東京から？あ、東京じゃないや。京都から、ね。京都から？そうです、そうです。チャレンジ50のコーナーで皆さんからのアイデアを募集中です。こんなことをやってほしい。あんなことにチャレンジしてほしい。まさかこれはできない。大きなことから小さなことまで動かす力だ。違うな。違うだろう。そんなこと書いてない。大きなことから小さなことまで動かす力だ。あれ？なんだ、どうしてもそっちが。大きなことから小さなことまで、さだは何でも引き受けます。ああ、こと言えた。どうして違うことを読んでしまうんだろう。郵便番号 160-0 に文化放送、さだまさしの誓約、チャレンジ50の係、宛てでございます。一つ頑張って、どしどしお寄せいただきたいと、こういうふうに考えておりますがね。もう時間になっちゃったな。おはがきをもう一枚読んでください。こういうのが来ております。おはがきを読むような時間はもう残っております。そういう時間があるとは信じられなくて、もう片付けちゃいましたんで。長崎の野外のコンサートに行くのにですね、はい、整理券がなかったらいけないんですかっていうはがきがあります。これ基本的にはですね、うん、混乱を避けるために整理券はどっかで手に入れていただきたいと存じます。そうですね、だん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 お客様増えてきましてですね、何しろ無料でやっておりますから、はい、別に構わないんですけどね、なきゃないで、うん、そうね、うん、ただあった方がいいかなと。そうです、ね、縁起物ですからね、やっぱり、そうです、縁起物です、縁起物ですね、あの1枚のチケットが、はい、現在どういったところで配布しておりますかと申しますとですね、はい、東京地区は原宿のアウィーク、うん、それから名古屋地区は東海ラジオの事業局、はい、大阪地区は共同大阪、はい、九州地区は共同西日本、こちらにお問い合わせをいただけると遠方の方でも手に入れることは可能だと思います、はい、夏長崎から1990年8月の6日月曜日、入場は無料です。当日は満月、コンサートが終わった後部分月食も楽しめるというコンサートです、はい、会場が15時、そして開演が17時から長崎市営陸上競技場で、開催されます。長崎市営陸上競技場で開催されます。なんだ松本、あ、もうチケットが随分なくなってるとかありますんで、まあ、もうなくなってる、佐田企画にお問い合わせください。佐田企画にお問い合わせください。さだまさしのセイヤング、この番組はハートも美味しいの東波と聖火がお送りしました。引き続きセイヤングアネックスでお楽しみください。さだまさしのセイヤング、岩手の皆さん、いらっしゃい。さだまさしでございます。今日はレイコも来ております。こんばんは。さだまさしのセイヤング第454回、SF 名古屋東海ラジオからお送りいたしております。さあ、お待ちかね、このコーナーでお楽しみいただきましょう。カツさんのクイズいいっすよ。クイズの出題者、ホテルアッピグランドの支配人、カツさんを呼んでみたいと思います。カツさん、カツさんが出ない。カツさん、カツさん、おーい、あ、もしもーし、カツさん、おーい、どうすか、いいっすよ、いいっすか、どうしたの、どう、何が、おかしかった今、おかしかったね、うん、でももう大丈夫だよ、大丈夫みたいね、ねえ、ええ、大丈夫っすよ、いいっすよさて今日の出場者です、おい、何ピーってうるさいよ、いやこっちじゃないっすよ、あ、そうなの、うん、じゃあ東京だ、そう、ね、今僕名古屋にいるんです、そうですか、お天気いいでしょ今そっち、いいですよ、ね、名古屋は明日雨だって言うけどね、こっち春だって、あ、本当よかったね。うん、なんて愛想のない会話をしてるんですか。さださん、かつさん、こんばんは。7月8日で42歳の誕生日の主人、毎日長時間の仕事に頑張っております。6月初めのある晩、会社から帰った主人が、夕食後に、おい、おまんじゅうあったな、お前レンジで温めてくれよ、お前20秒でいいぞ、お前ちょっとやりすぎたな、おい食べるか、うん食べる、15秒でいいぞ、なんか臭いな、なんだ俺の足の匂いか。椅子の後ろには占い師になった靴下と買ったシャツがありました。こんな楽しい主人、2月に単身赴任を終え、家族と。おっしゃるんですがね、北葛飾区埼玉県の楠谷由紀子さんの推薦で、ご主人の浩二さん42歳の方、ちょっと呼び出してみたいと思います。浩二さん、はい。くすややさん、はい、どうすか、いいっすよ、いいっすか、嬉しいな、最年長いいっすよですよ、はい、旦那さんの浩二さんは佐田さんの若い時の顔に似ている、伊東洋華堂勤務、はい、まあそうですか、大変ですね、まあ毎日大変でしょう。奥さんのゆき子さんはデビュー以来のファンで、で高校1年生になる双子のお嬢さんがいらっしゃる、はい、ツインズ、
ニラフエですね。かわいいでしょうね。まあ、親の口から言うとなんですが。はい。似てます？似てないんです。似てない、それぞれの悪いところを通っております。二卵性。はい。あ、そうですか。でも可愛いだろうね、もう同い年の女の子。高校1年生なんですか。可愛いですよ。ね、これから小石さん心配ですね。やりたくないです。ねえ、はい、勝さんみたいな人いますから気をつけてね。もしもし。はい。なんでこんな真面目な人捕まえて。聞いてたの？うん。でもね、可愛い子はいいですよね。いいですね。何言ってんだよ、よくわからない。なんか何回は。さて、それじゃあ、問題を出してもらいましょう。いきますよ。はい、どうぞ。はい、子供たちにとってはもうすぐ楽しい夏休みが始まります。そうです。そこでホテルアッピグランドのスポーツクラブオリンピアの室内プールでも、7月28日より子供たちのためにあるサービスを行います。スポーツクラブの中の室内プールで、うん、室内プールで、おー、子供たちのために。何をやるんだろう。それは一体何でしょうか。何でしょう、ね、1番、はい、専任インストラクターによるスイミングレッスン。当たり前ですね。うん、これはつまんないね。うん、2番、はい、私勝によるいいっすよの掛け声レッスン。そっか。いいね。いいね、ね、それ。これやってね。うん。3番。3番。はい。プールの水の早飲み競争。飲んでどうすんの。しょうがない。今日4番もあるよ。あ、4番もあるの？うん。4番。山菜取り。畑よ、本当に。そんなもの、どんどんプールで山菜どうやって取るんだって。しょうがないな。小学生以下の子供さんを対象にやるんですね。以上の子。小学生以上の子供さんを対象にやる。うん、はい。そうですよね。あんまり子供さんも子供すぎるとね、うん、わけわかんなくなっちゃいますからね。ちゃんと言ってできないからね、一切。そうそうそう、それはそうですね。うん、さて、くせさん。はい。小石さん、じゃあ答え言ってみましょう。1番ですね。あ、いいっすよ。いいっすよ。びっくりした。びっくりした。1番に違いないと思ってても。今、カスさんの返事遅かったね。遅かった。昨日から入ったね、しかも。ねえ。今日調子悪いね。うん、ちょっとまずかったね。うん、うん、さて、今日は何プレゼントしましょう。はい、今日はですね、はい、T シャツをペアで。 T シャツペア。はい、お嬢さんもいらっしゃるんですけど。じゃあ双子の。双子、うん、と3枚。え、4枚。うん、もう一声。だって親子4人だもん。親子4人だもんね。うん、じゃあ4枚だよね。ね、そうだよね。そうだよね。うん、いや、よかった。で、あと、ハンドタオルもつくことになってたんだけど。あ、いや、ハンドタオルいらないから、T シャツ4枚のがいいな。俺が決めたと思って。どうすかね、コウジさん。はい。そんなところで。ありがとうございます。よろしいでしょうか。じゃあ、楽しみ。喜んでおります。ありがとうございます。あら、全然送りますから。奥さんどうも元気でいらっしゃいますか。そうですか、元気で頑張ってください。はい、わかりました。はい。では、失礼します。はい、どうも。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。さだまさしのセイヤングアネックス。この番組はいい旅見つける海外旅行情報誌 AB ロードがお送りします。ほら、例えば香港に行くにしたって週末だけショッピングする場合とゆったり船旅しちゃう場合があるわけ。イタリアに行くにしたってお目当てが美術館なのか洋服屋さんなのかによって選ぶツアーも全然違うわけ。あ、それ AB ロードで読んだ。いい旅見つける旅行情報誌 AB ロード。ねえ、学ぶ、なんで急にまたお料理教室なんか？いやー、この前稽古の手料理食べてからさ。あ、見習いたくなった。俺がやんなくちゃって思った。いや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 、自分に欲張りな人のスクール情報マージン。いや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 、レッスン東京、稽古と学ぶ。ねえ、あれなんて車？え、どれ？ほら、いかにもって感じの二人。ユーノスとか言うんじゃない？オープンで。シシターか。いいわね。やっぱりカーセンサーで見つけたんだよね。でも、ツーシーターで男二人？寂しい奴ら。欲しい車が比べて選べるカーセンサー。今、発売中。それ、ため息。吐息。鼻息。指息。どこまで行けばいいんだ俺は。さだまさしの。ああ。
いいな、凝ってるよね。偉い、うん、作品的に凝りが、うん、あったね、うん、今日の作品はペンネーム62ページの136なんだ埼玉県入間郡のこの人には新しいカセットテープとセイヤングのオリジナルテレフォンカードをお送りいたします。お待たせしました、大好評深夜の会まずは先生方のご紹介でございます。この先生から参りましょう。今日ですね、家の近所で夏祭りをやってまして、うんうん、いいね。みこしの後ついて歩いたんですけどね、うん、帰り道がわからなくなりましたね足が痛いです。山下あんあんです。本当にしょうがないね、うん、おみこしの後ついていって迷子になるって言ったら子供時代以来やってないね。いいね。だって山下さんすっごい方向音痴ですもんね。そうだよね。この間なんかスタジオから会社帰るのに半日かかったって。そうなの。言ってたんですか。そうかそうか、そしてこの先生です。はい、私の今の敵はホテルのクーラーです。あ、僕ももうつけないよ。何、昨日寒かった。分かんなかったんだ、入ってんのあ、そう、うん、俺なんかもうあの暖房とクーラーだけは、絶対消して寝るね。ダメですね。ところがね、同じ部屋にね、何日もいるような場合はね、うん、お掃除のね、お姉さんがね、うん、また丁寧に翌日つけてくれるんだよね。そうそうそう。消しといてくれればいいものですけど、また冷えてる、冷え冷えになっちゃってるわけ。また落ちてこう消すというね、いたちごっこのような毎日送っておりますね。昨日うちわ買いました、だから。うちわをね。うちわで仰ぎながらこう寝ようかな。本当にいやらしいうちわ。いやらしくないですね。いやらしくない。変われん。変なものかと思って。そして最後はこの先生です。このいつの世の中でも欲張りなやつってないるもんで、正月七夕クリスマスとまあもらえるもんでしたら、この何でももらいたいなんて持っていくありさまでございまして、特にこの七夕なんてものは書くだけ頼むだけですから、とんでもねえ願い事も出てくるようでございまして、クマなんだなこの笹よ、なんてお前七夕だよ、どて綺麗だろうよ、ね、言ってんだよ、飾りの一つも吊るさねえって短冊ばかりじゃねえかお前、欲の皮の突っ張ったおめえだ、どうせろくなこと書いてねえんだろ、なになに、おさよちゃんといい仲になりたい、冗談言ってんじゃないよお前、鏡と性格に相談しな、この野郎、いやだからそう思ってよお前、脇の短冊に顔と性格が良くなるようにお願いしたんだよ、つかましい野郎だねこの野郎は、その調子でこんなに書いたのかよ、いくらやっても無駄無駄、今夜曇って星も出ないし、大地お前お願いってのはな、ささやかだからいいんだ、ささやかだから、だからそう思って今ささやかなお願いを書いたろ、なんだよ、ふと短冊を見ると、どうか今夜だけは晴れてくださいこれいいだろこれ、ちくぬくごじゃっぺの作品、うん、これは優れもんだね、さすがだね、日立市のちくぬくごじゃっぺ、その名を、またの名をハッピーチャチャチャ、うっとりますね。さあ以上3人の選者でもって皆様の句を選ばせていただいております。まず山下先生から参りましょう。はい、久喜市のペンネーム JTB の時刻表、スピリッツさん、いらっしゃい、参ります。はい、笹の葉に、電飾飾るバカ息子。綺麗でしょうね。綺麗だろうね、だけど。綺麗ですよ、これ。電飾飾っちゃいけないって法律はないよ。ないです。うん。ねえ、うん、結構綺麗だろうね。これはこれでいいかもわからない。うん。うん。ホテルプラザみたいになるけどな。あれはやりすぎです。そうそうそう。すごい、上から降ってきてる。すごいもん。うん、さあ、ひろた、ごめん、先生。はい、茨城県ちくぬくごじゃっぺさん、先ほどの。お、すごいな。天の川。天の川は大きな桃がどんぶらこ。ねえ、それでどうすんの。ええ、綺麗ですよ、結構。大きな桃が。ああ、どんぶらこ。怖いわい。結構これもいいなと思った。そうかな。うん。まあいいや、好きにしてくださいよ。茨城県日立市の寺田さん、なんて読んだかよくわからないっていう、難しい名前には振り仮名を振っていただけるとありがたいんですが、しかもこの人は1円未納でございますね、うん、40円はがきで送ってくれました。お題七夕、白鷺の橋より銀河に立ち小便ってしょうがないわかる感じがするけどね、うん、山下先生どうぞ。はい、橋増の、後藤紗友子さん、いらっしゃい、願い事、いっぱい結んで枝折れた。ああ、ありそうな。ありそうですね。ありそうな話だね。どんどんやっぱり人間って願えばいいって言うんだと、とんでもないことを願っちゃうもんね。広田先生なんかは何を願うかね。とりあえずボーナスくれか。
いや、ボーナスさん、別に。あ、そうですか。よかった。いやいやいや。いや、もう、それは違う。別個で他のことを。そうですか。いやいや、いやいや、よかったなと思って、それ納得してくれてるんだったらいい。ここじゃ言えない。あの件。え？いや、あの件じゃないです。何言ってるんですか。いきます。あの件ってどの件なの？いきます。はい。柏市。あれかな？いや、いきますよ。はい。柏市、スロバキア、え？スロバキア、チャコさん。うん、だからどうしたチェコだね。チェコスロバキア。うん、うん、はい、いきます。うん。愛が冷め。ギリで合ってる天の川。ね。あり得るな。ずいぶん長いからな。うん。何千年だろう？うん。もうギリでしょうね。月一でもな。うん。それぞれあれ、家帰ったら何やってんだろうね。織姫はわかるよ。うん。旗織りしてるんだよ。うん。最近は機械化進んでるからね。うん、もうすることもないんじゃないか。だって彦星さんって牛飼いだろ。牛飼いじゃない、牛飼い、牛使いってお前サーカス勤めてんじゃないんだよお前。大地牛が芸をしたって聞いたことがないんだ俺は。牛使い、うん、はい、うん、そうですよ ね、 ねそうそう、牛追ってるだけですもんね。なんかしてるんでしょうね、うん、ねえ、なんかしてるんですよ、うん、ねえ、心配になるな、そんなこと心配してないし。さて、これは踊る薬売り23歳埼玉県飯能市らしい。1年の間に織姫浮気をした。1年会わなきゃね、それしょうがないよ、責められないよそれは、うん、ね、うん、かわいそうだけどね。さあ、決めの一句です。山下先生どうぞ。はい、富山県の砂の消しゴムさん、うん、鐘を叩くのを忘れてましたんでまとめて叩きます。やめなさいよ。やめなさいよ、それ。参ります。笹の葉と一緒にそよぐお岩さん。うわ、嫌だ。そういえば時期ですね。そっちの傾向のものも。うん、ねえ、うん。さあ、広田ごめん先生の決めの一句。はい、大阪府のクッソンさん。僕もこれ忘れてました。うん、連続でいきます。はい。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。赤ちゃんがいる。赤ちゃんがいるみたい。これさっきとよく似てますけどね、山下さんの、うん、ごめんなさい間違えちゃったわと岩さん。ああ、うん、間違えました、ね、柳と佐藤ね、うんうん、間違えやすいよ、うん、どこが間違えやすいんだ。似てますよ、似てるよな、ちょっとね、どこが似てるんだ、はい、目黒区の小山純子さん。私も忘れてました。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。一回鳴らしてる気がする。たわむ笹、重たすぎるか願い事、うん、ね、うん、笹がこうあれもこれもそれも叶えてください ね、 ね、うん、いいな、うん、叶えてほしい。さあ、それでは各所の発表に、ま、移ってまいりましょう。まいりましょう、はい、山下さん、暗暗賞から。はい、暗暗賞は動画機内純子さんに差し上げます。おいいですよ、この句。お、天の川、天の川、それより遠き人の距離。うまいね、うまいですね、うまいね、天の川、それより遠き人の距離、その通りだね、うん、ね、うん、近くて遠きは男女の、違う、遠くて近きは男女の中、うん、とは言うものの遠いね、うん、かなり遠いよ、はい、これって通えば千里も一里って言うけど、うん、広田さん金がない。いやいや、出ないな、それは。金がないわ、関係ないね。全然関係ない。何言ったんだ、お金は何てこと言ってしまった。お金の話してないでしょ、うん、あなた、うん。うん、そうですよね。ひろたごめん賞は。はい、ごめん賞は、兵庫県、うん、ドラゴンテールさん。お、彦星の、彦星の、浮気がバレて七夕廃止。上手にせよ、上手に、お前よ、彦星。最高だこれ。廃止。廃止。これは誰が困るって、仙台市が一番困るんですよ。うん、さて、さだ、我慢賞は八王子市の山下陽子さんに差し上げましょう。恋を知り、短冊にかけぬ願いでき。うまい、うまいね、うまいな。恋を知り、短冊にかけぬ願いでき。お父さん、お母さんとみんなでこうやって。そう、みんなでね。え、そう。うん、どうする？どうするの、うん、お父さん探してるんだから、なんか買い取る、なんか買い取る。ああ、買い取ったら燃えてんのね。うわ、近くでお父さんがタバコ吸ってるのか。近づけて。ねえ。わかるな、これね。かけないよ、それ。さだがまん賞を差し上げましょう。うん、以上、各賞の入選者にはレコード券をプレゼントすることになっております。うん、レコード券プレゼント。はい。8月25日には、夢回帰戦セカンドも出ます。そうです。はい。ね。うん、来週からのお題いや、お電話と一緒なし。なるほど、うん、来週からの
お題は留守番電話。はい。ね。再来週は留守番電話というお題でもって、皆様から句を、寄せていただきたいと思います。以上をもちまして、深夜の深いおしまい、おしまい。さあ、稽古と学ぶだ。特集、夏の夜を遊ぶ、鍛える、涼む、学ぶ。やりたいこと、やりたい場所で探せるスクール情報296校、2043コース。スクールエリアマップは赤坂、青山、原宿、六本木。自分に欲張りな人のスクール情報マガジン。稽古と学ぶ。8月号、今発売中。あいつかっこいい。でも何あの車。センスねえの。こっち見てる。もっといい車に乗れ。きっとカーセンサー読んでなかったんだね。決めてほしいよね。どうせ車買うんだったら。ねえ。欲しい車が比べて選べるカーセンサー今発売中。さて、最後のコーナーはちょっと一服のコーナーですが、深夜の句会のんびりやりすぎまして時間がなくなりました。7月10日発売、長崎旅博覧会、勝手に応援歌、ただいま一押し大プッシュ中、さだまさしと白鳥座、長崎から。さだまさしのせいや。さて、ラストレターです。愛知県豊田市の正木美奈子さんからのおはがき。実は今週12日から15日まで東海ラジオの前の交差点を挟んだ斜め向かいの名演会館というところでお芝居を上演してるんです、うん、数々の厳しい状況の中ようやくこぎつけた本番で不安だらけでありますが、舞台に立つという魅力やお客様からの拍手を受ける時の感動は何者にも代え難いものがありますね。正木様にはこの気持ちきっと分かっていただけることだと思います。そうか、劇団員なんだ。未来座という劇団、あの劇団の劇団員、うん、明日もやってるんですね。よかったらみんな行ってあげてくださいよ。それからなんかさっきハッピーが盛り上がっておりましたけども、はい、レーティングっていうのは何で、視聴率が、セイヤングが一番になった。あ、まだそんなものやってたんですか、調査を。あ、そうですか。まあ、いつやったのかは私は知らないんですよ。まあ、関係ありませんからね、もうこうなりゃね。まあ、よかったよかった、皆さんのおかげでありました。ありがとうございます。ありがとうございます。一番だそうでございます。一番は結構なことだ。はい、さあ、来週も頑張りますよ。来週は東京の文化放送に戻ってからお送りします。今週も最後までのお付き合い本当にどうもありがとう。お相手はさだまさしでした。さだまさしのセイヤングアネックス、この番組はいい旅見つける海外旅行情報誌 AB ロードがお送りしました。また来週。